さあお待たせいたしました。こっからの時間はホームゲームを今シーズンもサンフレッチェ広島とともにずっと戦ってくれました。皆さんとともに喜びそして泣きというところも共有してきました。彼女たちのステージを届けていきたいと思います。行きましょうか。サンフレッチェレディース2021スプラッシュ。皆さんグーテンダー。スプラッシュ2回目のステージ見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。キックオフ前にぎわうステージラストとなりました。一緒にキックオフ前熱量を高めていきましょう。それでは最初の曲聴いてください。スプラッシュのこの定番曲というかオリジナル曲なんですけど、すごく心に染めるものがあります。それでは聴いてください。私たちはいつも皆さんの応援団です。それでは聴いてください。君のスピードで努力は君を後ろに歩かせた。
うございました。今聴いていただいた曲は私たちのオリジナルソング君のスピードででした。ありがとうございました。そして今日はですね、あちらの入場の方でサンチュ君とフレッチちゃんのバルーンアートが出ているんですけど、皆さんも見たり写真撮ったよって方おられますか？おー、たくさんいますね。これからね、キックオフでスタジアムに入る前にでも多分通るかかると思うので、まだ撮ってないよって方は今日の思い出にぜひ1枚パシャッと撮ってスタジアムの方に上がってくださったらなと思います。はい、すごく可愛いもんね、あれね。めっちゃ可愛いよ。それでは自己紹介します。はい、緑色担当中島あさかです。あさちゃん。研修生の宇根本しおんです。しおん。赤色担当梶田あこです。わこん。紫色担当室井ももです。もも。研修生の柳本愛です。あい。研修生の宇根本かのんです。かのん。水色担当岡田あずみです。あずみ。青色担当高田萌子です。萌子。8人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。今ね、後ろのね、ちっちゃい子がね、名前呼んでくれてたの。あの、ポニーテールしてお母さんのね、嬉しい。呼んでくれてるから、ずっとね、名前呼んでくれたの、ありがとう。めっちゃ嬉しいと思って。見えた見えた。そう、ありがとうね。ありがとう。はい、ここで皆さんにお願いがあるのですが、はい、皆さんご存知の通り、今回からタオルが解禁されました。イエーイ。ですが、隣の方としっかり距離を取って、はい、2回目のステージ、そして今シーズン最後のステージ、一緒に盛り上がりましょう。イエーイ。今シーズンもね、今日合わせて残り2試合ということで、そしてね、私たちがここのにぎわいステージに立てるのも今日が最後ということで、はい、本当に試合前に1年間一緒に盛り上がってくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日の試合のテーマは感謝です。はい、そしてこちらのサンクスフォーオール2021応援パネルが入場する際に全員に、入場される方全員に配布されます。こちらをね、まだもうゲットされた方っていますか？絶対全員に配布されるので、皆さん入場する際に絶対ゲットしてみてください。はい、そしてこれをね、選手が入場する際にこちらの紫色の方を掲げて、うん、皆さんで一緒にスタジアムを紫色に染めたいなと思います。はい、ぜひ一緒に掲げましょう。はい、な景色を作りましょう。はい、スプラッシュは8年連続でサンフレッチェレディースを務めさせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。私たちはこのキックオフ前にこのにぎわいステージで皆さんと一緒に気持ちを高め、熱量を高め、一体感を感じれるこの時間がすごく大好きです。本当に今シーズンも一緒に盛り上がってくださりありがとうございました。それでは感謝の気持ちを込めて歌います。聴いてください。ありがとうの輪。私たちはサンフレッチェファミリーの皆さんが大好きです。選手の皆さんへ、サンフレッチェファミリーの皆さんへ感謝のエールが届くよう精一杯心を込めて歌います。ママのカサカサに編んでたその手がずっと家族を守ってきた。ありがとう、ありがとう。
がとう、ありがとう。夕焼けの空にパパの絵を手に走る帰り道、ありがとう、ありがとう。会えない時間もあの日の涙で強くなれる、ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。私たちからの感謝の気持ちが少しでも伝わっていたら嬉しいです。はい、ちなみにドイツ語でありがとうはダルケショーンと言います。ちょっとショーンのところがね難しい。難しいね。難しいね。ショーン。ショーン。違う。違った。ちょっと発音。違うんかい。違ったんかい。違うの。オーの口で言うんだって。ショーン。ダンケシェーン、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 なんか置いといて、ね、喋れるように頑張る。はい、ということで次は私がソロを歌わせていただきます。モコー、頑張るコー。めっちゃ緊張する。にぎわいステージでソロを歌うのは初めてなんですけれども、はい、気持ちを込めて歌います。はい、はいはい、そしてちょっといいですか。はい、こちらファンの方から萌子ちゃんへの卒業プレゼントです、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとう。そしてこちらがメッセージかな、メッセージになってて、こちらが石鹸らしいです。石鹸、石鹸、石鹸、石鹸か、石鹸、石鹸、ありがとうございます。石鹸です。素敵なもの、たくさんのファンの方々の愛がたくさん詰まってます。嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。私は今シーズン、私事ではありますが、今シーズンの今シーズンをもってスプラッシュとサンフレッチェレディストを卒業させていただきます。ここで、まあまあ、みんなよりはちょっと短い時間ではあったんですけど、ここで過ごせた皆さんと一緒に作れた思い出が本当に私の宝物で、すごく大事な時間だったなと感じています。まだあと2試合ありますので、今日も今から勝つぞという気持ちで、強い気持ちで歌を歌うので、聴いていただけますか。はいはい、いきますよ。ありがとうございます。それでちょっとね、忘れてたんだけど言うのをね、初めにこちら、もこちゃんの卒業缶バッジを作っていただきました。はい、みんなさん、ありがとうございます。本当にちょっとこのタイミングでようかなと思って。これ、あの、ね、本当に私の写真、皆さんに撮っていただいた写真をね、使っていただいてるんですけどね、この後ろの色がなんと私と一緒に活動してくれたメンバーのカラーなんです。本当にカラーがあるっていうことで、さっき伺って、たくさんの方々からの愛が詰まってますね。本当に愛をいつもたくさんありがとうございます。それでは早速、緊張するんですけど歌います。はい、頑張って、頑張ってください。頑張って、これちょっとぶら下げて、なんかマダムみたいになる。大丈夫。いいよ、似合ってる、似合ってる。それでは聞いてください、負けないで。今日がホーム最終戦ではありますが、まだまだ試合2試合続きます。最後まで負けないで、いや、一緒に勝ちましょう。熱い気持ちを持って歌います。皆さん一緒に拍手してくださったら嬉しいです。ありがとうございます。ふとした瞬間に視線がぶつかり、幸せの
君に捧げる応援歌です。私たちからの応援歌聞いてください。立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐ。いつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いて
サンフレッチェ。石鹸大丈夫よ。大丈夫ですか。石鹸石鹸大丈夫。石鹸いきますね。ラストいきますよ。1,2,3 サンフレッチェ。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の試合絶対勝利しましょう。絶対勝利しましょう。14時キックオフです。皆さんともお忘れなく。お忘れなく。ありがとうございました。ありがとうございました。しっかり温かくしてきてくださいね。ありがとうございました。サンフレッチェレディース2021務めてくれましたスプラッシュの皆さんでした。いやーなんかいろんな思いのこもったねステージだったんで空が感動して泣いてんのかなこれね。はい。